楽天競馬なら全場全レース一年中地方競馬、楽天スーパーポイントもらっちゃおう。馬券でポイント、楽天競馬。楽天競馬プレゼンツ地方競馬ナインスペシャル。楽天競馬プレゼンツ地方競馬ナインスペシャル、案内役の楽天競馬ポイントもらっちゃう大使、北まりなです。先週は佐賀競馬場と帯広競馬場にお邪魔してきました。そして帯広競馬場では万栄競馬突撃取材レポートをしてきました。まずは朝調教見学ツアーに参加する予定だったんですが、この時期の帯広競馬場としては非常に珍しい雨に見舞われてしまってツアーが中止になってしまいました。しかしずり引き運動をする馬の様子を見ることができて、雨が降っているぐらいなので氷点下になるかならないかぐらいの気温なんですが、馬が吐く白い息、そして馬体から上がる白い湯気見ることができて、帯広競馬場ならではの光景だなと思いました。それから想定場を見学させていただきました。馬場は体が大きくて足もその分大きいので、1本の鉄を想定士さんが曲げて手作業で作業をされるということです。で、写真右側にはこのギザギザがついているんですけれども、冬場は滑らないように手作業でこちらもギザギザをつけて、作業されているということでした。馬1頭あたりだいたい足4本で1時間ぐらいで作業をされるそうです。それから診療所も見学させていただきました。ご覧の通りすごい量の点滴ありますよね。これは馬の疲労回復のためのものだそうなんですけれども、これだけの量の点滴があっという間になくなってしまったのにもびっくりしました。今回の万栄競馬突撃取材リポートの模様は近いうちに楽天競馬公式ホームページでご覧いただけるようになる予定なので、ぜひお楽しみに。さあ、今回は8日月曜日から14日日曜日までに行われたレースを振り返ります。まずは行ってきたばかりの帯広からです。どうぞ。8日月曜日に準重賞のスピードスター賞が行われました。白大砲が先頭です。その後は5番北の侍、そして3番の公爵院です。さあ、前は間もなく2障害手前。さあ、各馬直行で2障害登っていきます。どの馬が最初に下ってくるのか。さあ、6番の7の力か。7の力先頭です。その後も固まって4番の福鳥、そして内から1番のおいどんが上がってきました。あとは5番の北の侍、前は 20m 切りました。6番の7の力、3馬身4馬身離した。2番手は接戦、6番の7の力、7の力1着、そして2着は内から1番おいどんか。勝ったのは2番人気の7の力。これで3連勝です。続いては14日日曜日に行われた3歳牝馬限定の重賞黒百合賞です。一息入って7番のイレマルビリーブから仕掛けます。真ん中4番アンビシャス、5番のグレースゴールド、アンビシャス膝をついた。さあどうか、じわっと上がっていった7番のイレマルビリーブ、先頭でクリアです。そして2番手に内2番のブルーオーシャン、8番のタナボトちゃんが3番手、1番の清流姫、人気5番のグレースゴールドも下った。3番の宝ファミリーと続いて立て直してアンビシャス、外は10番藤野雲海、残り 30m。 さあここで内から2番のブルーオーシャン先頭に変わった。1馬身2馬身とリードを広げていく。2番手は外8番のタナボトちゃん、苦しくなったイレマルビリーブが3番手、残り10を切った、リードを取っている2番のブルーオーシャンだ。2番のブルーオーシャンが1着。2番人気のブルーオーシャンが初めての挑戦で重賞タイトルを手にしました。勝った藤野俊一騎手のコメントです。初めて引く重さでしたが、どの馬も同じ条件なので気にはしませんでした。雨が降って馬場が湿っていたので、もっと早い展開になるかと想定していましたが、思っていたほど早くはありませんでしたね。障害を2番手で降り、足のある馬なので先頭の馬は捕まえられると思いました。これから体も成長し力をつけてくるので期待したいですということです。黒百合賞は過去5年で2枠の馬が黒百合賞だけに最も馬券に絡んでいるというデータから、ブルーオーシャン、
そしてカルババで良績を残しているタナボタちゃん、この2頭から馬券を買って見事的中しました。帯広競馬場、次回は万有記念の時にお邪魔します。続いては園田のレースをご紹介します。10日水曜日に小野市白雲谷温泉ゆぴか特別が行われました。11番のエーシンザヘッド、その後ろ4番手に6番のトリレンバ、その後ろで3番のキングブラーボが前が割れるかどうか、8番ブルロックもこの圏内、前6頭固まっています。4コーナーのカーブ、先頭は1番の京朝粘っている。10番シューニャ、1番外に6番のトリレンバ、間を割って11番エーシンザヘッド、最内から今度は3番のキングブラーボ伸びてくる。前は混戦だが間を割って3番のキングブラーボ、外6番トリレンバ苦しいか、10番シューニャがしぶとく粘る。3番キングブラーボ降臨、3番キングブラーボ、3番人気のキングブラーボがおよそ半年ぶりの勝利を挙げました。11日木曜日には上川調整10周年カーミン特別が行われました。11番の春1番が2番手に押し上げて先頭に並んでくる。その外には2番のバレーナボス、前3頭並ぶ格好。3、4馬身切れて4番電光ガイア、インコースには9番クリノアマダブラム、外から1番のオーケストラピットが今ようやく4番手。直線コース、11番春1番か、2番のバレーナボス外から抜けていく。2番バレーナボス先頭、11番の春1番を懸命に2番手をこらえる。その後ろから1番のオーケストラピット2番手に並びかける。2番バレーナボス氷、2番手変わった。勝ったのは5番人気のバレーナボス、5馬身差の圧勝でした。小野市白雲谷温泉ゆぴか特別、久々の勝利となったキングブラーボですが、下原騎手馬群を割って見事な勝利でした。そんな下原騎手、この日3勝を挙げました。ではここで笠松競馬場で行われた注目レースの結果を見てみましょう。12日金曜日に行われた準重賞の東海クラウンは、4番人気金沢の BB ガザリアスが優勝。今年の冬の遠征はこれで3戦2勝となりました。変わりまして、高知と佐賀のレースを振り返ります。9日火曜日、高知競馬場では梅水木特別が行われました。6番桜マニフィークです。今400を切って、その後の中段からは3番のウォーターサムデが差を詰めてきて3番手の内目、その後7番のクリームソーダで第4コーナーのカーブです。先頭は5番のメトロノース、3馬身ぐらいのリード、外から差を詰めてくる1番アランルース、2番手直線に向いて残り200を切って5番のメトロノース、2番手が1番のアランルースです。3番手に上がった3番ウォーターサムデー、4番手は6番桜マニフィーク、100を切りました。さあ5番メトロノース、外から1番のアランルースが迫ってくる。アランルースが並んで捉えてゴール。1番人気のアランルースが連勝を6に伸ばしました。14日日曜日には黒船賞の前哨戦だるま夕日賞が行われました。そしてストリートハンター2頭が抜けてきました。ペースが上がるか、あとは3馬身開いて6番名勝パーシー、そのうち1番の名勝土山、3番手のうちです。3番の里野ロマネ、8番サイモンリッター、続いて1周目4コーナーから直線、2番の東海バロン、7番ゴールドゼウス、そして8番大勢ローマン、内目には4番エイシンイグアス、最後方が10番のバーチャルトラックという隊列です。全体は13、4馬身ぐらいか、あと後方大勢ローマン、エイシンイグアス、バーチャルトラック、各馬が600を切って3コーナーカーブに向かっています。さあ前の争いから何が抜けていきますか。1段の中11番のサクセスコード先頭、内からこれをっていった1番の名勝土山、2番手3番手5番ストリートハンター、400を切って、その後が6番の名勝パーシーです。その後のグループまでは差が開きましたが、さあ何が追い上げてくるか。2番の東海バロンが今3番手集団に取り付いて、各馬第4コーナーのカーブ、先頭は1番の名勝土山です。2番手が11番サクセスコードで残り200を切って名勝土山、2馬身ぐらいのリード、2番手が11番サクセスコード、3番手2頭のセレイヤは名勝パーシーと東海バロンです。しかし先頭は1番の名勝土山、2馬身3馬身のリード、それで黒船賞への切符をつかみます。名勝土山ゴール。圧倒的1番人気の名勝土山が黒船賞の優先出走権を手にしました。手綱を取った赤岡修司騎手のコメントです。今日は落ち着いててカリカリしたところもなく、いい時の落ち着きがありました。レースでは引っかかる癖があって、今日も少しかかっていました。知事賞の時はかかっていなかったんですが、外に回そうかと考えていたのですが、3頭固まっていたので内に入れようと思いました。黒船賞も短距離を使ってきた馬なのでいいと思います、ということです。
佐賀競馬場では11日木曜日に G3 の佐賀記念が行われました。人気はマイネルバイカ、クリノスター王、マイネルクロップ、ストロングサウザー、マイネルバウンスと JRA 勢が上位を独占しました。佐賀記念枠入りは終わってスタートを切りました。そんなに大きな遅れはありませんでした。3番クリノスター王、そして7番共和カイザー、外を通ってきますのは9番マイネルバウンス、11番ストロングサウザーと2番マイネルバイカ、先段の後ろの方、現在中段の前の方にいますのが8番マイネルクロップです。マイネルクロップの後ろの方は間ができての1番バズーカ、その後には10番リュアードレブロン、そして4番ゴーユーヒーロー、おしまいに2頭目5番マイネルファルフェ、最後方に6番ブランクバースです。今日はカイザーとマイネルバウンスです。そのマイネルバウンスの後ろ2馬身ちょっとの間ができました。離れて3番のクリノスターを内に並ぶのは8番のマイネルクロップ、内内11番ストロングサウザー、2番マイネルバイカもちょっと苦しい展開になり始めているんでしょうか。3コーナーのカーブです。9番マイネルバウンスが出そうです。マイネルバウンスが出そうです。今日はカイザーよく粘る、そしてマイネルクロップ、外は3番クリノスターを馬群をさばいて11番のストロングサウザーで4コーナーのカーブ、マイネルバウンス、マイネルクロップ、あとにストロングサウザー3番手、残り 200m、 3番のクリノスターは現在順番4番手、3頭広がった、あと 100m、 抜けたのは11番ストロングサウザーだ、そしてマイネルクロップ、マイネルバウンス、ストロングサウザーゴールイン、3番クリノスター王が3着か。勝ったのは4番人気のストロングサウザー、これで通算19戦7勝、重賞は3度目の挑戦で初勝利となりました。同じく11日木曜日、九州サンバの3歳ナンバーワン決定戦タンポポ賞が行われました。そして8番ネイブルホープ、外からは9番霧島シアトル、最内から1番ワンダフルキッスに3番南国ロックオン、11番カシノエイシも先行集団の一角です。逃げ抜けば妖艶、中段の集団からの12番レッドプルーフ、そして2番ファイアーレディー、レッドプルーフ、これもなかなかいい感じ、レッドプルーフいい感じ、あとは3番南国ロックオンと外から10番テイブ・マケンゲナー、7番カシノスピーディーもやっと追い上げ始めて、カシノスピーディーあたりが先頭から7馬身差程度、4コーナーのカーブへ、まだ5番の妖艶先頭、妖艶先頭1馬身のリード、11番カシノエシ、内には12番レッドプルーフ、内にはレッドプルーフ、カシノエシ、外に回って3番南国ロックオン、そして10番のテイブ・マケンゲナー、残り 130m、 妖艶まだ先頭、妖艶まだ先頭、そして3番の南国ロックオン、南国ロックオン、残り 30m、 南国ロックオンゴールイン、そして妖艶。勝ったのは3番人気の南国ロックオン、2着には妖艶が入り、 JRA 鮫島一歩厩舎のワンツー決着となりました。13日土曜日には唐津ワンショーが行われました。審査で4番カシノタロン、離れて1番ジェットボイス、6番ビルトグラーフ、おしまいに糸は11番マイネルストラーノと7番エアラーテルです。3コーナーから4コーナーへ、5番エイシンガリレー、リードがちょっとなくなってきました。7枠9番大勢マスタングが外から、内を狙うのは3番のゴールドペンダント、いや内から2投目ゴールドペンダント、そして8番のコパノエクスプレスです。10番モエレ純金は離れた5番手6番手、先頭は5番のエイシンガリレー、リードを広げた、2着はどっちだ、エイシンガリレー5人、そして8番の2番人気のエイシンガリレーが逃げ切り勝ちを収めました。佐賀記念当日は現地でさまざまなイベントに出演させていただいたんですけれども、なんと佐賀記念のパドックの進行をさせていただきました。その時の映像が今回はちょっとないみたいです。そして佐賀記念ストロングサウザー勝った田辺博信騎手ですが、当日はご家族で佐賀にいらっしゃっていたそうです。前日家族で温泉に行かれたそうで、そのあたりももしかしたら強さの秘訣だったのかもしれません。ここまでは8日から14日までのレースを振り返りました。楽天競馬なら全場全レース地方競馬一年中どこでも投票で馬券でポイント楽天競馬。
さあここからはレース展望のコーナーです。今日も私たちにスペシャルなアドバイスをしてくださるのはスペアド楽天競馬スペシャルアドバイザーの古谷武彦さんです。今回は4レースです。まずはこちら、16日火曜日に園田競馬場で行われる B 地級の特別競争未来桜植樹記念特別です。古谷さんの印はこちら、本命がベントアウレオ、対抗がコア、黒三角がプレミアムカード、白三角はトミケンプレミオロードワイルドです。コメントをご紹介します。園田では4勝を挙げているベントアウレオは前走こそ連勝がストップしたものの、勝ち馬のエイシンハヤテは14戦9勝で未だ着外のない実力馬、2着のマイアバロンも過去に A 級勝ちの実績がある馬で昇級の壁は感じた印象、しかし今回のメンバーはだいぶ楽になったことで勝機は濃厚と見る、対抗のコアは勝ち身に遅いものの確実に上位争いを演じるタイプ、手薄なメンバーのここは連帯圏内に食い込む可能性が高いということです。2レース目はこちら、同じく16日に高知競馬場で行われる B 級の特別競争フリージア特別です。古谷さんの印はこちら、本命がメトロノース、対抗がシナーラ、黒三角がエイシンハダル、白三角はオーバルブーケコスモイフリートです。コメントをご紹介します。2歳時に北海道2歳優駿を圧勝し、全日本2歳優駿で数2の4着に健闘した実績のあるメトロノースももう10歳を迎えた、2年間の実績でクラスが決まるコーチでは編入条件に恵まれる形で7勝を挙げており、前世紀の力を求めるのは酷でもこのクラスなら常に勝ち負けを意識できる、前走は3着以下は離した形で相手が悪かった、今度はきっちり決める、連勝中のシナーラと笠松所属時に重賞構想実績があるエイシンハダルを相手と見るということです。まだまだ続きます。3レース目はこちら、19日金曜日に名古屋競馬場で行われる梅水木杯です。名古屋大商店の前哨戦で北陸、東海、近畿地区の交流戦となっています。古谷さんの印はこちら、本命がエイシンクリア、対抗がアクロマティック、黒三角はサウスウィンド、白三角はダブルファンタジー、メモリージルバ、のぞみダイヤです。コメントをご紹介します。地元勢がパンチ不足なだけに兵庫から遠征してくる馬たちの上位独占も十分あり得る、新春賞の上位3頭が出走予定だがエイシンクリアを完封し3連勝で重賞初制覇を果たしたアクロマティックの勢いが再び勝るか、それとも当時は2キロの金量差が影響した形で最後の追い比べで劣ったエイシンクリアの巻き返しなるか、馬場経験を考え今回はエイシンクリアを上位に見立てるということです。スペアドがエイシンクリアなら私はアクロマティックを応援したいと思います。最後はこちら、20日土曜日に佐賀競馬場で行われる3歳の S2 競争大観望賞です。古谷さんの印はこちら、本命が推進、以下注目馬がディーズメヌエットスラッシュ生きさとフレです。コメントをご紹介します。中央未勝利から移籍してきた推進は短距離中心に使われていたが転入初戦の筑紫野賞で1750m をいきなり克服、サプールの4着とはいえ上位2頭は北海道競馬でデビュー戦を2着した実力馬、3着のスラッシュも中央未勝利から転入してきたがすでに佐賀で2勝を挙げ、中央では中距離を中心に使われていた馬、さまざまな不利を克服するとともに滞在効果で馬体が20キロ以上増えてきたのも好材料といえる、前走2着と馬場に慣れてきた印象で距離が伸びる今回は巻き返し十分ということです。以上今週の注目レースを展望しました。ぜひ皆さん参考になさってください。さあ今回帯広にお邪魔した際朝はマイナス20度ぐらいになるよって聞いてたんですけれどもね、雨が降るぐらいあったかい気温、そして先日高知にお邪魔した際も高知ではもう稀に見る大雪と、徐々に異常気象を呼ぶ女として定着しつつあるんですけれども、そんなイメージを払拭して晴れ女として各地の競馬場にお邪魔したいと思います。楽天競馬プレゼンツ地方競馬ナインスペシャル、今週はこの辺で、また来週。
楽天競馬なら全場全レース地方競馬一年中どこでも投票で馬券でポイント楽天競馬